ケネス・ロゴフは、ニューヨーク州ロチェスター生まれのアメリカの経済学者。現在、ハーバード大学教授。先行は、国際マクロ経済学、国際金融論。ニュー・ケインジアンの一人と呼ばれている。ラインハートとロゴフは、強調、国家は破綻する金融危機の800年で、国家債務の対 GDP 比率が少なくとも90%に達すれば、 GDP 伸び率が減速し始めるとの研究を発表している。この研究内容は、緊縮策をめぐる議論で影響力を発揮しており、成長減速と債務拡大に見舞われた政府の中には、歳出削減と増税で対応し、このうちいくつかのケースでは、イギリスのように需要に打撃を受けた国もある。イギリスはロゴフラインハート論文の主張に沿って、 財政再建のために消費税を増税した結果、景気が低迷している。風備の私的マサチューセッツ大学アマースト校の大学院生トーマス・ハーンドンと教授のマイケル・アッシュ、ロバート・ポリンらは論文の中でラインハートとロゴフが発表した公的債務に関する研究について集計表におけるコーディングに誤りなどがあった可能性があるとの研究結果を発表している。 ロゴフラインハートの論文には3つの問題点があった。対 GDP 比率で債務90%を超える国家軍の110年分のデータのうち96年分しか論文で取り上げられず、その除外されたデータでは国家の債務超過と健全な経済成長が両立していることがハーンド・ンらの調査で明らかになった。例えば、カナダではこの期間ントを超える債務があり、 同時に3%の経済成長を記録していた。統計の重み付き計算は雑であり、例えば19年間90%以上の債務があり2.6%の成長を記録していた、英国と1年間同水準の債務で7.6%マイナス成長だったニュージーランドと同列の重みで処理していた。データ処理の際に使用したスプレッドシートでは、 本来30行から49行まで含める必要があったが、ロゴフラは44行以降を見落としていた。26年間90%以上の債務を維持しつつ、平均成長率が2.6%だったベルギーなどは、この無視されたラインに属していた。結局ハーンドンらによる修正値では、対 g DP 比率で90%以上の債務を毎年継続的に保有する、 国の平均成長率は2.2%であり、元のラインハートらが下した0.1%のマイナス成長とは大きく異なるものだった。ディーン・ベーカーによれば、ラインハートとロゴフは彼らが計算に使用したデータを非公開にしており、その他の研究者がロゴフ・ラインハート論文を検証しようと八苦していたという。ハーンドンもそのデータを得るまではどうしても計算が合わず悩んでいた。 2013年4月17日、ロゴフラは、ハーンドンの指摘について認めたが、その誤りは、偶発的なものだったと釈明し、また、中心的なメッセージは依然として有効だとしている。ハンドンはこれに対して、ロゴフラインハート論文でのデータの選択的除外や、非伝統的な重みつき計算は、ロゴフラの意図的なものではなく単にロゴフラの純粋なミスであると我々ハンドン、アッシュ、 ポリムは仮定している、とハーンドンは述べた。その前置きをした上で、ハーンドンは、ロゴフラの反論に再反論する形で、データの選択的除外、非伝統的重みつき計算というハーンドンの使った表現は妥当であるとした。例えて言うなら、ある野球チームが二人で構成されているとして、その一人目が100打数20安打の打率2割、もう一人が1打数1安打の打率10割とする。 この時そのチーム打率は101打数21アンダで、打率は2割弱になるのが普通だが、ロゴフラインハートの非伝統的重み付き計算でそのチーム打率を計算すると、その2人の打者の打率に同じ重みを与えて、単純計算するので、6割となってしまう。またロゴフラインハート論文の中心的なメッセージにも疑問符がつく理由の、 一つとして、2000年から2009年にかけての時期では、債務対 GDP 比が30から60%の国家軍よりも90%以上の国家軍の方が、平均の実質 GDP 成長率が高いことが挙げられる。学者の見解ジョセフ・スティグリッツは、本件が明るみに出る以前から、アメリカが第二次世界大戦直後に90%より、はるかに大きい債務を有しつつも、 対戦後に最大の経済成長を達成し、繁栄を築いていた事実を踏まえ、ロゴフラインハートによる90%理論は完全に馬鹿げたものとして退けていた。ポール・クルーグマンによるロゴフラインハート論文への批判は、この論文の結論が因果関係を逆転させているとするものである。ロゴフラインハート論文では、債務超過の帰結としての低成長であるが、 国家が債務を積み上げたから低成長になったのではなくて国家が低成長を続けた結果として債務対 GDP 比が大きくなったと見るべきであると指摘している。またクルーグマンはイタリアと日本を除くと G7 の国の公的債務残高対 GDP 比と成長率には相関関係がないと指摘している。ロバートシラーは この論文も注意深く読むと、両教授が90%という数字をほとんど、恣意的に選んでいるのは明らかである。債務対 GDP 比率が30%未満、30から60%、60から90%、90%より、上という4つのカテゴリーに分けられているが、その理由についての説明はないと指摘している。オリビエ・ブランチャードは、ロゴフラインハートの研究は、 大いに有益だと指摘する一方で、重債務が本当に低成長をもたらすのかについては疑問が残るとし、低成長が債務拡大につながっているケースもあるのではないかと指摘している。ローレンス・サマーズはロゴフラインハートの研究が財政赤字削減の緊急性を裏付けるものではなかったとはいえ、開催を叫ぶのは不適切である。緊縮策について、 彼らを批判するのは馬鹿げていると述べている。現金の呪い、紙幣をいつ追放するか。村井紀子役、日経 BP 社、2017年、原書ザカーズオブキャッシュ、2016。ありがとうございます。